Hey guys, my name is Sayo. Welcome back. This video has a title, please subscribe and like my video. はい、ということで、今回は、タイ旅行に行きました。あのですね、ツッキーと、賞味期限切れの友達と、もう一人、地元の友達、高校の同級生、4人でね、行きました。これね、成田空港の映像です。ちょっとね、映像がね、あんま素材がないので、喋りたいことあったらね、ちょくちょく映像ちょっとね止めたり繰り返してやっていきます。はい、これねソアナンプール空港です。7時間くらいのフライトかな。意外とね長かったです。で、1日目はねもう夜にタイに着いたので、これの映像はね2日目の朝ですね。2日目の朝、新しいホテルに向かっています。結構衝撃だったのが、向こうの運転技術がもうワイルドすぎて、結構全員ねビビり散らかしてます。ウィンカーとかまず出さないし、とにかく運転がワイルドでね、抜かせたらどんどん抜かしていくっていう、結構ねワイルドな運転で面白かったです。で、これね1日目の昼ご飯ね、すっごい美味しそうでしょ。これすごい美味しそうなんだけど、なんかね、わけも分からずね、とりあえずなんか美味しそうなね、お店に入ったんですけど、せっかくねタイに来たのに全然タイ料理じゃないね料理を食べてしまいました。しかもね観光客価格で高かったです。で、電車に乗って三大寺院に向かっていきます。三大寺院っていうねタイで有名な、寺院が3つあるんですけど、それをね1日でツアーしていきます。なんだけどね、ここねいきなり旅のね、初っ端でね、事件に遭いますね。事件に遭いました。ワットポーっていうその、3つの寺の中の1つのところで、なんかね、おじさんに、話しかけられたんですよ。それで、なんか、このワットポーは、お昼の時間はやってないから、僕がおすすめする、なんかクルーズみたいのに乗って、1時間くらい、時間潰して、他の寺院に到着するから、それに乗りなよみたいな。2000バーツなんだけど、君たち生徒だ、学生さんみたいだから1000バーツでいいよみたいな、すごいね、言葉巧みにね、言われて、まんまとね、引っかかってしまって、OK、センキューとか言って、トクトクに乗せられて、そしたらね、明らかにね、やばいね、日の差していない、ヤバめの、裏路地にね、連れて行かれて、そこではね、ちょっともう完全にね、ヤバそうなお兄さんたちが、並んでいてね、センバスプリーズって言われて、あーもう終わったなと思いながら、もうそのね、ヤバそうな船着き場で10分くらい待ってたんですよ。そう、で、なんかもう明らかにみんなテンションが高くて、なんかもうタイマーとか、めちゃめちゃ押してやって、絶対タイマー吸ってるだろうなと思って、なんかもうタイマー打つみたいなめっちゃ言ってきて、あーもうね、全員顔が青さめてました。怖すぎた、あれは。もうね、それでね、この映像でね、流れてるようにね、こう、川をね、クルーズしていったんだけど、もう客はとりあえずね、僕たちしかいなくて、もうね、空気はもうね、静まってね、かなり殺伐としていました。もうみんなね、このままね、生きて返してもらえないんじゃないかってね、思ってます。まあなんだけど、なんとかね、返してもらえて、他のね、寺院に到着しました。これが何か分かりますか？これどこだっけな、ワットプラケオかな、ワットプラケオかな。そう、でも大の寺院はとにかくね、迫力がすごいね、金色、豪華絢爛、めちゃめちゃ、インパクトがあってすごく面白かったですね。でね、とりあえずなんか大きい金があったんで叩いてみました。赤唐辛子でめちゃめちゃ辛くて、もうみんなね
ブンイレブンで買い物してました。もう落ち着く。セブンイレブンを見るとね、落ち着きますね、本当に。はい、でこれは2日目の映像かな。あ、3日目か。3日目の映像だね。3日目はちょっとアユタヤ遺跡っていうところに行ったんだけど、これがね結構あのバンコクから離れてて遠いんだよね。そう、田舎って言ったらいいのかな。そう、田舎にあって、アユタヤでは自転車に乗ったりして、船に乗ったり自転車に乗ったりして、いろいろね回りました。3時間くらいかかったかな。結構遠かったです。これ今ね、前にはツッキーが自転車こいでます。あのね、タイで自転車こくとね、すっごい面白い。すごい自然を感じて楽しかった。なんか叫んでるっぽいな、これは。はい、これがアユタヤ遺跡です。アユタヤ遺跡にはね、なんかもう本当に歴史を感じる、古来のなんかパワーを感じました。ガネーシャのね、あったところはすっごいなんかお祭り、
ミルワームとかいろいろ食べました。全部美味しかったです。はい、美味しそう。でね、これが5日目だね。最終日にワットパクナムっていうところに行きました。めちゃめちゃでかいね、黄金の像とかね、なんかエメラルドのね、あの空間とか非日常だね、本当に。でも終わっちゃうんだけど、最後にね、お土産をいろいろ買ってソナプエル空港に帰ってきて、これから帰国ですね。いや本当にね、5日間いたんだけど、めちゃめちゃ短くて、あのね、一生忘れない、忘れられない思い出で、こういうことなんだなっていう思い出ができてね、本当に楽しかったです。もう一度行きたい。このね、動画を作っていろいろ思い出して